グローストラクトワとは、ベルサイユ条約の制限の中で、ドイツのバイマル共和国のために作られた、試作戦車である。第一次世界大戦の後、ベルサイユ条約によりドイツは、軍備の開発を制限されていたが、密かに、各種兵器の開発計画は進められており、そのうち戦車については、トラクターの名前のもとで取得された研究、開発が行われていた。これは、 軍用装甲車両とそれに搭載する火砲の開発を行うものだった。ドイツは1922年ソビエト連邦との間に調印したラパロ条約により高度な機密の下で1926年から1933年まで秘密裏に共同事業を進めていた。ドイツは英物の目が届かない場所での実地試験を行える代わりにソビエトに技術情報を提供し、 ソビエトは試験場と設備を提供する代わりに、ドイツの技術情報を得ることができる、というものであった。実地試験は、火山近郊に設けられていた、釜戦車兵学校とのコードネームが命けられた施設で行われており、釜とは火山及び丸ブランドの二つの言葉をとって名付けられていた。これは試験場が設けられた地名と、 ドイツ側の試験場所選定に任命された責任者の中佐の名前の頭文字を合わせたものである。この場所はソ連赤軍及びバイマル共和国軍のための統合試験場、また戦車訓練場だった。1926年にラインメタル、クルップ及びダイムラーベンツに対して秘密裏に20トン級走行、戦闘車両の開発が依頼され、これには グローストラクトアの一匿名称が与えられて1928年から1929年にかけて担当した各社により2両ずつが完成した。グローストラクトアの試験は1930年代初頭に行われ、1933年にはドイツ本国に変装されて訓練に用いられた。本社の開発と設計、そして実地試験の結果と経験は、 続いて開発されたライヒトトラクトは、ア、そして愛号戦車に連なるナチスドイツの開発した各州の装甲戦闘車両の祖となる。グローストラクトアはナチ党が権力を増して1935年にドイツが公式に再軍備を始めると訓練用としては退役し、1937年には前者が新設された各戦車連隊の中屯地でモニュメントとして展示された。 1944年10月国民突撃隊の隊員による対戦車訓練時の撮影。後方にグローストラクトアのラインメダル射精試作車が見える。ありがとうございます。